ここのこれだけの隙間でいきますんで、このここを合わせて、完璧に穴を合わせて、ここでつけると。こうこう。これで多分持ったと思うんで、いったし。これやな、両面テープやからな。ワッシャーを入れて、ここで止めるから、どうかな、持つんかな。よっ。こんなもん、こんな感じ。で、ここは両面テープでやっとるから、これで多分いけると思うねんよな。これで、多分やけど。だって、こっちのアイボルトが合わへんかったからなんて、急遽手持ちのこれでやったんですけども、まあ、よう持っとったわ。これあんまり開閉したくないねんね、これ。爪とかがこれ弱いから、ここの。めちゃめちゃ弱いからね、これ。これ見た感じ、ここちょっと浮いとるね。やっぱりここの、ここのワッシャー噛んだネジのとこが膨らんでもとうから、ここが。ここでちょっとこの隙間が、ちょっと、あれやね、見えてるね。まあまあ、ぴっちりと、まあまあ、雨は大丈夫やねんけどね。長いから。よし、実際開けてみて、これをやってと。よし。オッケー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 。こんなんね。こんな感じ。で、これで。いけるな。丈夫やわ。やっぱり丈夫やな、これ。